TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今日はカーブボックスでのバックサイド5オーグラインドについて説明していきたいと思います。バックサイド5オーグラインドっていうのは、まずカーブボックスが自分の背中側にあって、まあ、後ろ側に飛んで、で前を上げてテールを踏んづけて前を上げて滑っていくトリックをバックサイド5オーっていいます。バックサイド5オーの挑戦権は、まずバックサイド50を、まあ、確実にかかるように練習してもらって、あとはテールマニュアルも覚えておくと、この乗っかった時の感覚がつかめるんではないでしょうか。はい、ではやり方とコツ説明していきます。バックサイド5オーグラインドも、まあ、フロントサイド5オーと一緒で、まあ、もう止まってまずはかける練習ですね。止まって後ろにかける練習、後ろ前バックフィフティ、バックフィフティをまず後ろ前で後ろからかかるように練習してください。まあ、これはちょっと大げさにやりすぎなんですけど、まあ、後ろ足から最初についてくるスローなんで、後ろに飛ぶ意識で、あ、違うな、後ろに飛んで後ろテール側からこうつくイメージでバックフィフティを練習してみてください。であと乗っかった時の重心はもうほぼ後ろ足です。まあ、9対1、まあ、ほぼ後ろですね。であとは肩を平行にキープしてまくられないようにします。で進行方向と逆の方にこう肩が傾くとまくられるので、まあ、まくられるよりは詰まった方が最初の方は安全なので、まあ、できるだけそのあんまり肩が曲がらないように気をつけてください。で乗っかった後のこれ潰しなんですけど、まあ、潰しはバックサイド5を意外と許容範囲が広くて、まあ、つま先側に潰してもかかと側に潰しても滑っていきます。ではあんまりかかと側にガッツリ潰れてしまうとこう、まあ、出てっていうか、グラインド外れてしまうんで、まあ、あんまり潰しすぎずっていうか、滑る時の感覚なんですけど、これもテール踏んでこうブレーキする、これと似てます。踏んできて後ろ足でこうブレーキをかけれれば、オーリーをしてブレーキをかけるだけなので、まあ、こんな感じですね。でまずは止まってこう何回も何回もやって、後ろが確実に踏めるようになれば、グラインドがかかって滑っていくはずなので、まずはこう後ろに飛んでテール踏むっていう練習をいっぱいしてから、今度はボックスの上で止まってボックスの上に止まって踏まれる練習をして、そしたら徐々にスピードを出していってかけに行くとこう滑っていくので、徐々に練習してみましょう。以上、バックサイド5オーグラインドでした。今後も TBTV ではハウツー動画やスケートボードの動画を上げていこうと思っているので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、SNS で拡散などしていただけたらありがたいです。以上、TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。